今井五助今井五助昭和21年7月9日は日本の実業家、政治家、片倉金太郎の辞典。品の国諏は郡三沢村の片倉一助の三男に生まれる。藤森渓谷、竹井を津田奈良に学び、1877年今井太郎の養子となる。1886年農商務省の開雇病試験場に入り、一時渡米を経て、 片倉組、松本聖子所長となる。1909年、松本商業会議所初代会頭、松本伝統社長に就任。1914年には、品野鉄道の社長に就任し、品野大町駅松本駅間を開通させる。また、経営難に陥っていた私塾、松本母術学校を支援し、松本商業学校として再出発させた。1920年、 片倉製紙防石副社長に就任。その他、第二本産市会会長、全国産資業組合連合会長を務め、帝国産市などの設立に尽力。1918年9月、貴族院多額納税者議員に選出され、1932年5月には、貴族院直選議員に任じられ、研究会に所属し死去するまで在任した。 戦時中は第2本産業法国会審議員となった。次男に、片倉工業大宮工場監査役から初代、大宮市長となる、今井五十六。現在の埼玉県立大宮高等学校の、前身は五十六の設立した助行のための、片倉学園であり、埼玉市立大宮体育館は、今井五十六屋敷跡に立つ。大宮の地域振興と発展に努める。 大宮の氷川山道にある山の鳥居は父五助による宝剣である。ありがとうございます。